決まってます。もう南アフリカ戦出てます。出てるか。南アフリカ側の色してる。確かに。ここ来るとこう、すごいよね。もうスケスケパンツってことでしょ、これ。やっぱりお尻のところが開いてますね。そうそうそう。履きます？履いたことない。YouTube のチャンネルの人は、コウスケさんのその性的な思考のことは分かってる。いや別になんか特別発表したわけではない。発表もしてなければ別に隠してもいないんですよ、うんうんうん、そういうことですね。別にあえて言うことでもないんですよ、うん、そうそう、まあもうもう察してみたいな、むしろ聞く方なんてやぼよ。そう見りゃ分かるでしょうよ。ブラックペッパーケーブル。はい、行きましょう。はい、なんかね、うん、こう傘状になるように、はいはいはい、そうするといいらしいですよ。うんうんうん、はい、分かるよ。なんかね、それでね、空気のあれを作るんだ。あ、そうなんですって。それなんかね、焚き火をするときに聞いた。あ、本当が来るのが遅すぎて、はい、あれで、ね、もう粉々になってる。なんかもう来ないのしかないよ。素晴らしいじゃないですか。いやダメだ。素晴らしいじゃないですか。粒が揃ってるってことですよ。いやうまくいってもこれダメだ。ダメですか。あ、そうです。この現状ではダメだよ。ダメですか。あ、ダメ。いかしに行く。あ、高校と高校と燃えてるってことか。高校と、まあ一旦ね、うん、一旦これで行きましょう。うわ、風情、もう風情しかない、風情しかない。畑井さん似合いますね。しょうがないよね。しょうがない。困ってんのかな。絶対シチュー作ったら美味しそうだ。何それ。これはサラダ用のミックです。うまそう。うまそうよ。コウスケさんと同じ。よし、次お肉だ。滑る。サイドチェスト。あ、タオル、タオル。タオル、近づいてます。硬っ。あ、これね、温めたの。ビンって温めると、はいはい、膨張ですね。あ、確かに。なんか、ラガ、いわゆるラガーマンと思えない。主婦の知恵だ。なんか、膨張ですよね。頭脳派でフィジカルじゃない方の勝負で。ない方。これもうなんか肉柔らかカットが入ってる。ほら出た。すごっ。おー、すげえ。もうこれは包丁です。あー、もう、いや、ムカつくな。あー、いいね。あー、ムカつくかって。なんだろうね。この部分。あ、シシャモ。じゃあジャーボさん今回シシャモ刺してみる？怖いっす。何や、待って、だから飲んでるっていうの。真正面で言ったら許されると思うな。怖いです。私この間生まれて初めてシシャモぶっ刺したんだな。いやいや、生まれて初めて、あれはもう天性のものですね。天性じゃねえ。前世多分シシャモ職人だったんでしょうね。限定的な。私漁師とかでもないんだ。はい、シシャモに串を打つことで財を出したり。財を出したり。こうやってちょっと首の中を通して、あー、うわ、グロ、こうやってます。ローリアン、I need you。 お前なるほどな。すごい。これで財産言いました。前世これで出世してます。いや違う、やっぱ刺すことになる。そうなんですよ。なるほどね。でもどちらかというとターバンに刺されることも。ああ、そうか。刺されることも熟知してる。そう、熟知してる。刺される側の気持ちで考える。ああ、そういうこと。そう。はい。はい。どういうこと。はい。世界で戦うために培った筋力が全てコルクに使われてます。かっこいい。コルクに。
コルクを抜くためだけに動員されてます。これ今これ戦ってるのと同じことだもんね。はい、はい、おー、いい音した。落とした。ちょっと反響が上がる。あ、めっちゃいい匂い。いや、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。あー、うまい。いいね。やっぱキャンプもラグビーもそうですけど、やっぱり知ってる人と一緒にやると、うん、次こうやる工程が明確だから分かりやすいですね。よかったね。そうですかね。もうさすが。料理はコースさんの独断と主張だったし、スケール好きなのかと。スケール好きです。もうね、今日はサラダと、はい、そう、サラダはこれとこれがディップで混ぜてもよくて、うん、これちょっと辛いんです、うん。で、これとかにつけたり、葉っぱとこれつけたりしつつ、はいはいはい、食べていただけるといいかなと。チーズもかけたりとか、うん、はい、そしてね、みんなにも見せるね、すっげー焦げてます。すげえ焦げ、大焦げ、大焦げ。もうね、多分ね、大丈夫大丈夫。こっちは結構いい感じですよ、うん、もうね、全体があったかいですよ、うん。このヨーグルトのソース作りましたので、ヨーグルトのソースを結構たっぷりめにかけます、うん。で、結構たっぷりめにこのヨーグルトソースをかけたところにお肉を乗っけます。牛ですかそれ？これ牛肉ですね、うん。まあでも何肉でもいいと思いますよ、うん。で、なんか気持ち健康ですって言いたいから葉っぱを入れて気を使ってますか、うん。で、ちょっとチーズもかけて。不健康なやつね。ああ、そうです。でも白いから健康的です。発酵食品だし。はい。で、ライムをここに、うん、ちょっとかけるんですよ。あ、健康なやつね。健康的だから、うん。で、健康なやつね、うん、これで完成で、これを食べたいなと思って作りました、はい。で、ちょっと今スプーンがないから葉っぱでスプーンにしちゃうけど、ここに、サルサですね、辛いやつ。あ、うまそう。うん、もうかけて、見た目こんな感じになりました。はい、これをちょっと食べようと思います。いただきます。うん、うまいよね。うまいんだ。これうまいんですよ。あの頃なんだよね。80年代じゃないけど、今日このほら贅沢なさ、なんかファンの人たちはすごく羨むと思うんですよ、うん。でもそこのラグビーの話だけじゃなくて、はい、お二人とも今カメラ撮ってくれてるジャンボ君もなんですけど、もともと例の会社の社員さんじゃないですか。はい、はい。そして商品知識もすごくあるわけじゃないですか。はいはい。今日ね、私ね、ハイボールを飲むのを楽しみにしてきたんです。任せなさい。もうだってドプロな人たちがいる中でハイボールじゃないですか、うん。これぞ日本の基準っていう味を知ってる人たちなわけじゃん、それこそ。はい、はい。もうそこは確実じゃん。研修受けました。そう、だからそれを楽しみに来てる。なるほど。いや、まあ、その期待には応えたい。おいえ、おいえ、超楽しみ。ちょっと、後で作ってもらいます。うん、ウイスキーをね、じゃあ、角瓶です。うん、冷凍庫でキンキンに冷やします。おいえ、これなんで？これをね、トロカクっていう。もう一回言って。トロカク。何がおかしいんだよ。興味がある。そうですね、キンキンに冷やすとね、そうなるんですよね。え、ちょっとトロカクいただいてもいいですか？トロカク。いや、何がおかしいんだから。角ジョッキじゃーん。特別なルートを手に入れました。はい、グラスにいっぱいに氷を入れます。まずいっぱい入れる。で、いっぱいの定義はこれはみ出た、まあ、なしはいいんですけど、うん、まあ、できる限り詰め詰めた、はい、こうで、マドラーで、1、すごい、あとで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 、このまま、足します、やり直します、細かすぎたらです、ほどっちゃいます、うん、
入れて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、はい、13回転、うん、これがメーカーがよく言う黄金の回転、うん、で、こっからは本当好みですけど僕も最初にレモン入れたいで、皮が下にある。これは唐揚げの時とかもそうなんですけど、うん、下にすることで皮に含まれてる、うん、このレモンの成分が完全に行き渡るんで、このこっちじゃない、皮の方を下にして、はい、身じゃなくて、身じゃなくて、うん、で、この向きで絞らせてそうするとね、皮からも出るんですよ、しぶきが。で、なんでこの角煮のこれが重宝されたかっていうのは理由があるんですよ、はい、そのさっき言った4対1とか3対1って分かんないじゃないですか、うん、もちろん濃さは人それぞれなんですけど、うん、この角瓶のここあるじゃないですか、これが目安の判断ラインです。このロゴ、ロゴの下の、そうなんです、ここに、まあ、こんぐらい、もうちょっと多かったかな、でもこんな感じです、うん、このロゴの下場を目指す、下場を目指す、まあなるべく炭酸が抜けないようにそっと沿わすんですけど、うん、でもゆっくりゆっくりやってもこの旨味がどんどん逃げるので、うん、できる限り早く、あ、で本当はちょっとね、今の香料足したものです、はい、で、上からつけてますね、うん、で、もう一回じゃあ香料足しましょうか、はい、はい、これです、これが真の究極の味ですいただいていいですか、どうぞ、いただきます、乾杯、全然違うんだね。これうまいよ。でしょ。外国のお酒と違うと思った。今まで感じたことがないんだけど、繊細なんだね。あのジャパニーズウイスキーの多分香りは本当にそういうところある、うん。なんか飲んで一口目二口目って飲んで、あと喉越しをごくごく飲むと。喉越しから上がってくる香りっていうのが時間とともにトップノートとダウンノートみたいな、なんかこういうノートが変わってくるんだよね、香りが、うん、すごいそこが日本っぽいっていう感じです。ちなみにこのウイスキーはミリタリーな逸話もあるんです。どんな、実は日本軍の主婦に納品されてたんですよね。そうだけど軍人さんたちは、当時の軍人さんたちはあの船に乗って海外とかに行くわけじゃないですか、うん、でその先々で角瓶を飲んで、うん、外国の酒だと思うんですよ。へー、そう、それで日本に帰ってきて角瓶につけて、あれ、あの時飲んだ味だ、これうちの酒だったんだってなったっていうんですよ。へー、そう、世界にも通用するテイストみたいなね。そうですね、はい、本当にそうだね。はい、じゃあ乾杯、いただきます。飲むな、お前そういう、そういう酒じゃないの。うまいっす一気飲みダメっすね。そう、ダメ、一気飲みじゃなくて一口だけ。いや、うまいね、うまい、うん、めちゃめちゃ苦いね。キャンプ体験だっつってめちゃめちゃ雑誌飲みますけどこういうね、うん、外がね、天気が悪くなっちゃったからね。うわ、すごっ、牛脂が溶けるのかよ。あ、そんな溶け、ね、やっぱ南部鉄器の強さ、これは南部鉄器ですね。牛脂ってこんな溶けるもんでしたっけ、うん、確かにこんな跡形もないけど、でも牛脂の合成牛脂じゃない、はい、おー、嫌な言葉嫌な言葉よし、牛肉をいちごうぜ。 OK、うん、どうぞ、いきますよ。いい、いい音ですね。すごい音。この肉を大玉として周りの魚たちが支えてる感じ。美味しそう。イエーイ。絶対うまい。おー、うまそう。いやー、すごい、あ、いいタイミング。本当だよ、うん、
で、博士さんも営業やってた。やってました、やってました。もうなんちゃってですね。もうなんか本当もうなんか全く向いてないなと思ったんですぐ、逃げのようにちょっとプロにまたしまいましたけど、格の契約を切り替えた。そうそう、でもそれも、うん、やっぱ日本代表になってないとなれないですよ。そうなんです。あ、なるほどね。そう、日本代表になってないとプロになれなくて、うん、今の子たちは、まあ、いい意味でも悪い意味でも変わってきてて、うん、日本代表になりたいんでプロにさせてください。逆なんだ。逆なんだね。私は日本代表になってちゃんとプレイヤーとして通用するっていう、まあ、ある種の原資というか、うん、あれができてからプロにさせてもらったんですけど、うん、今は日本代表になるんでプロにさせてください、っていうあれで、うん、僕なんかが思うのは順番逆じゃないかと思います。確かにね、うん、だからこれはなんか多分いろいろ賛否はいろいろあると思うんですけど、うん、僕なんかはそうだと思いますよね、うんうん、やっぱり正直やっぱお前は社員やっといた方がいいぞっていうやつやっぱいるんですよ、うん、意地悪な意味じゃ全くなく、ま、守ってあげたい、全然通用しないとかそういうことじゃなくて、うん、お前が社員だろうってやついるんですよ、気質とか性格とかもある、まあ、そうそうそう、うん、あと僕とその前のエージェントの持論で1年目からどんな形であれ出てるやつはあのプロになれる可能性はある、まあ、とりあえずどんな可能性がある、うん、スタメンが怪我してたら、だから怪我人が続出してたから、ただそこに引っかかってくる時点で、なんか何かしらの可能性を示せてるってことなんで、やっぱね、1年目からどんな形でもリザーブでも先発でも何年目から出てるやつっていうのは、プロになる素養があるっていうのは、当時から僕と、そのエージェントの、元エージェントですね、のこう申し合わせみたいな。うん、ジャンボもやっぱりそういう感じにする？うん、そうじゃない？うん。そうじゃない？急にラフ。急にラフか。いや、そうだと思います。うん。今ラフか。先にまたショットだ。ありがとうございます。ティッシュは必要よ。必要よ、これティッシュ。なんでもねえことだ。結構俺入れちゃうじゃない。お前さ。はい、英語喋ったらなんで英語って言う？今の差別の英語とか別に英語喋っても英語喋れるんですね、今もね、お姉言葉喋れる。でも優しい時あるんです。でも嫁の視点変わってくる。でも嫁の視点。そう、ディーブイズマンのスーツ。やられてる側なんです。そうそうそう、でも優しい時あるんです。そんな風に言わないでください。いざ守ろうとしたら奥さん、あなたかな。あなたは被害者なんだ。いやー、そんなこと言わないで。はい。あなたは、あなたは生きていけるんだよ。生きて。いけるかな。セリフも感情入りすぎる。ひっくり返っちゃったよ。どう？うまくない？うまい。うまいよね。うまいよ。なんかケバブみたい。そうそうそう、うまいな。うん、あの秋葉原のスターケバブみたいな。ああ、分かる分かる。馬谷健二だよ。馬谷健二、池谷慎二、よいしょ。ああ、美味しかった。うまいよね。もうごちそうさま。はい。小食？違う。何小食ぶってんだ。かまととぶってる。かまととぶってる。かまととぶって。久々に聞いたらかまととぶってるけど。そう、もうね、完全に居住スペースができてるんで、で入ってみてください。うわ、いかつ、すごっ、いい感じでしょ。めっちゃいい感じ。あ、いいっすね。あそこ3人寝れる？いや、ここに、まあ、3人きついんで2人寝て、でもう1個あのマット引いてこっち側に、で、まあ、なんかテントとか、はいはい、もう1個作ればもう1人寝れるんで、はいはいはい、でいけると思います。まあ、ジャンボが勧めてくれた、うん、スナグパック、はいはいはい、スナグパック、はい、もう
マイナス14度でもいける。いけます。楽勝っす。異常だよ。楽勝っす。まず日本にそんなところは北海道ぐらいしかないんじゃないかと俺はちょっと思っちゃうけど僕一回那須白川で、うん、マイナス8度9度まで下がった日に、うん、寝袋なしで行ったんですよ、うん、死にかけたっす。そりゃそうだ違うんだ。あれを持ってて使ったのかと思うじゃん。全然使わなかったっす。死にかけた。この買う前っす。いけるやろって思って、はいはい、行ったら死にかけました。もう一回もう一回。これでももう一人でね、はいはい、この時に一回冷静になることが大切で、はいはい、一回この状態まで来たら、はい、中に入っちゃうんです。なるほど。でしっかり中まで入っちゃったら、はい、ここを最後に上げていくんですけど、ここやっぱり今噛んでて、はいはいはい、私はね、ちなみにいつもこれぐらいの時に諦めるめっちゃ噛んでる。うわ、スナックパック。スナグパックですそれでここまで上がって、はい、あの構造としてはここにベルクロついてるんですよ、はいはいはい、それでこのベルクロのところでフィッてやると外れてこなくて、はいはい、さらにこれを頭のところにかぶるようにして、はい、よいしょせーの、はい、よいしょ、はい、こういうことです。はいはいはい。どうすか、大さん、寝れそうすか。これ多分寝れると思うよ。お、余裕で。これ人が入ってるのってさ、うん、初めて見たんだけど、うん、多分俺が入るともっとパッツンパッツンになるよね。もうあれです。生ウインナーみたいになりますそうだよ、ね、生ウインナー、ね、はい、生ウインナー、生ウインナー。あ、言うの忘れてましたけど、畑さん、あの二度と開封前には戻らないです。二度とです。二度と開封前に、ホルモンみたいになってたもん。あれしたくなるじゃないですか、綺麗に、はい、おたたんでみたいな。こっからこうやってぐるぐるぐるってやればきっと大丈夫だろうと、はい、なれんなよっていうぐらい入らないよね。入らないです、でも2人ともね、由緒正しいね、イギリス製のスナグパック使ってますけど、もう僕はもう正真正銘のミリモノ、下ろしてるやつ、下ろしてたやつ、もうこれ使ってる、もうミルスペックな。ジャンボさんのはガチミルスペックだよね。ガチミルスペックなんですけど、もう色がもう すごいじゃないですか、うん、でここ見てください、このロシア語みたいな、はい、もう完全にヨーロッパ製ですよ、寒いとこのやつですよ、はい、これやったらもうどんなも日本の寒さなんかへでもありませんわっつって手に入れて、ああで、あの極寒の那須白川にこれ泊まったんですよ、うん、一回寝袋なしで死にかけた那須白川に、うん、これリベンジで、これでリベンジやっつってこれで寝たんですよ、うん、死にかけたんですよ寒すぎて、だってなんでロシアとかウクライナの寒さ、これで1点ちゃいまんのってなって調べたんですよ、これギリシャ語やったんですよめちゃめちゃ地中海のあったかい通気性いい感じに使われてるじゃん。こんなモコモコやのにもうめちゃめちゃ寒くて最低地獄やなっていうやつです。まとめんねよ、スナグパックの方がいいやつですちなみに僕この寝袋の下のこのマットは、うん、フィンランド軍が使ってるんですあの多国籍だね、はい、使ってるアイテム、はい、僕がぶら下がっても破れないらしいです。本当かよ。でもスリーピングマットにぶら下がることないでしょ。ないね、ないね、うん、なんか使うんじゃない、用途がなんかそういうなんかめちゃめちゃ岩場でこれ使って寝苦しそうに寝てるフィンランド軍人の写真があります寝苦しいんか全然薄いっすもんね